では、今回はラウンドコーナーのシェーダーをご紹介します。現在、このような円柱とキューブがあります。レンダリングするとこういった状態です。では、連打リーを開きます。ノードの中からバンプ、ラウンドコーナーを取り出します。このラウンドコーナー、バンプですので、こちらを本シェーダーの中のバンプにつなぎます。 そうするとこのようにエッジの部分にラウンディングがかかっているのがわかると思いますこういった形でレンダリングを行うことが可能になりました